こんにちは、たまちゃんことたまたま池美です。今日も昨日に引き続きこちらアラブンズ通信2月号のアラブンズ散歩に掲載されています文京区は湯島三丁目界隈をお散歩していきたいと思います。こちらね、天神下交差点、ね、信号の方になります。あ、向こうにはね、鶴瀬さんが見えてきましたよ。で、アラブンズ通信にも載ってますけれどもね、和菓子屋さんということですので、中の方に入ってお話聞いてみましょうかね。じゃあそれでは鶴瀬さんの看板娘、ひろとさんにお話を伺います。こんにちは。こんにちは。こちら天神下さんにずっとお店を構えていらっしゃるということで、はい、もう天神様とこの縁の深い、ね、ご関係ということ、どのくらいご商売されてるんですか、こちらで。はい、昭和5年からやってます。ということは80年近く。はい、お店の中でこう出されているものっていうのもずっと変わらずなんですか。ずっと変わらないものもあれば、少しずつ新しいものも加えていってる状態です。こちらの一番のこうおすすめのものっていうのはどういったものなんですか。一番のおすすめは豆もち豆大福、あとは福梅になります。こちらにあるのが福梅。はい、今年も梅祭りの季節になりましたけれども、はい、この期間中特にお客様いらっしゃるんじゃないですか。はい、いらしていただけてます。はい、確かこちらお店だけではなくて、期間中は湯島天神の方でも、はいはい、そうです。夫婦坂のちょうど上がってすぐ左手の方なんですけれども、出させていただいてます。ぜひ皆さんね、この梅祭り来た時には、ね、食べていただきたいですよね。よろしくお願いします。やはり先ほどからいろいろお話ししてますけれども、はい、こちらにね、美味しそうなね、ものがありますんで、私ちょっと一口いただきたいなと思うんですが、はい、これは梅の方も自家製とか。あ、梅は紀州の方から取ってるんですけれども、はい、周りは、ウイローで、はい、中にシソ梅あんが入ってます。あ、ウイローなんですか。はい、周りウイローでできてるんです。すごく色も綺麗ですしね。見てください、この可愛らしいね、もう女性にぴったりな感じの ねお菓子ですよね。ではいただきます。梅の香りがほんのしてます。いや、梅干しが乗ってすごい酸っぱいのかなと思ったんですけど、はい、中はすごく甘くて、でもすごい上品な甘さで、はい、あ、美味しいですね。ありがとうございます。でさらにこの梅も一緒にいただくと、はい、ね、はい、またこのきっといいんでしょうね、酸味とこう甘みが、はい、あ、これいいですね。程よいこうしょっぱさっていうんですか、はい、合います。うわ、これ美味しい。ちょっとお茶が美味しくなるような、ね、感じでしょうかね。いや、ぜひ期間中だけではありませんので、こちらね、湯島天神の方にね、お越しの際にはぜひお立ち寄りいただきたいなと思います。では最後にですね、はい、テレビをご覧の皆さんにメッセージをお願いいたします。はいはい、手作りでいろんなお菓子ございますので、よろしかったらこうお立ち寄りください。よろしくお願いします。はい、皆さんお待ちしておりますよ。今日はひろとさん、どうもありがとうございました。さあ、鶴瀬さん、素敵な店でしたよね。皆さんぜひ足を運びになってくださいね。では私は天神様に向かって参りましょう。参りましょう、だって参りますよ。湯島天満宮さん、見えて参りましたね。ああ、この間嘘かえ神事の時には来れませんでしたので、私久しぶりにこちらの湯島天神さんにお邪魔するということになります。じゃじゃん、さあ湯島天神の、ね、はい、おしみさんにお話を伺いましょう。はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたしま す。なんかすごい、なんかコントみたいなことになってますけど、漫才みたいなことになってますけど、大丈夫ですか。全然大丈夫ですよ。はい、まあ、本当におしみさん、湯島天神さんの方に何度も、ね、はい、お邪魔してるんですけども、はい、どんなこちら神社なのか。はい、神様、御祭神は二柱の神様をお祭りしてるんですね。まあ、お一方、天の田塚の御事といって、まあ、よく神話に出てくる天の岩戸開きをされた神様、まあ、通称戸隠様と言われて
ておりますけどもね。あと平安時代に活躍をされました菅原道真公、まあ、通称天神様ですね、のお二人をお祭りしている神社が湯島天神となるんですね。菅原道真公が非常に梅の花をこよなく愛されまして、まあ、特に有名なのは「こち深場におよこせ梅の花主なしとせ春名忘れそ」というのが非常に有名ですけどもね、はい、まあ、京都から太宰府に行かれる際にご自宅の梅の木に向かってその別れを惜しんで詠んだ歌ですけれども、まあ、その他にもすごく数多く梅にまつわる歌を詠まれてるんですけどもね、まあ、そういったことで全国の天神様というのは梅の木をよく植えているんですよね。でもこちらアラブンド通信の方にも、ね、書いてありましたけども、おじいさん、ね、いらっしゃいますけども ね、 でこの境内の中は、まあ、日中もかなりいい香りがしますけど、なんか夜がおすすめって。そうなんですよ、ここにも私書いてますけども、夜がおすすめなんですよね。まあ、昼間はどうしてもちょっといろいろな露店がありますんでね、焼きそばの匂いとか、はいはい、お香の雰囲気とか、美味しい匂いがしてきますね。そういう香りがこうちょっと混ざっちゃうんですけども、はいはい、夜はですね、もう本当にこのいろいろ東京の、まあ、ビルとかがこう夜見えなくなってですね、でライトアップをされてますので、でその梅の花だけがこうほっこりほっこり見えるんですね。でもお店も閉まってますんで、その梅の甘い香りだけが境内中にこう漂うので、梅を見るんであれば、ぜひ夜が、私はおすすめですね。ちなみに夜は普通に入ってこられたりする？そうなんですよ。湯島天神は8時が閉門ですので、それまで境内で見ることができるんですね。じゃあちょっと仕事を帰りとかにね、ちょっとゆっくりとね。もうぜひぜひ。で最後にですね、テレビをご覧の皆様に何かメッセージをお願いいたします。はい、今年も第55回目を迎えます梅まつりが、2月8日から3月8日まで開催されます。今年ちょっと寒いですけれどもね、梅の見頃は非常にいいお花をたくさん見ることができると思いますので、まあ、また土日祝日には各種いろいろな催し物を行っておりますので、ぜひ皆さんお越しください。はい、清水さん、今日はどうもありがとうございました。こちらさん、ありがとうございました。皆さん来てくださいね、待ってます。さあ、やっぱりね、この受験シーズンですからね、皆さんこの絵馬にね、何とか高校、何とか大学受かりますようにっていう気持ちがぎっしりとこう詰まってますよ、ね、この中の皆さん、もう皆さんですよ、皆さんいいことがありますように、合格、ね、できますように私もお願いしましょう、ね、頑張れ、お前が頑張れって言われそうですよね、頑張れよねえ、あら、これもまた下ってるか、これ坂ですね、これね、この坂何坂になるんだ、あ、清水坂だ、ってことは今日何個目の坂、あれ妻森神社って見えましたよ、ということはこれ矢印が、あ、見えましたよ、妻森神社さんですよ、こちら、妻越神社さんですね、こちら、ね、鳥居がありまして、いや本当になんか都会の中の神社って本当に、あ、こんなところにっていう感じがの神社が結構多いんですけど、まさにそんな感じでちょっと気づかなかったかもしれない、あれが出てないと、看板が、ね、出てないと。そうでしたか、じゃあちょっとね、妻越神社をお邪魔しました。ということで、今回は文京区湯島三丁目界隈をお散歩してきましたが、いかがでしたでしょうか。やっぱりね、この文京区は坂が多い町として有名ですけれども、この湯島三丁目もたくさんありましたよね。でね、これまで登った坂っていうのもありましたけれども、新しい発見する坂もありました。すごく楽しませてもらいました。でこちら湯島三丁目と言いますと、湯島天神がございます。現在梅まつりも開催中ですので、ぜひ皆さんこちら荒文書通信2月号を片手にお散歩してみてはいかがでしょうか。それでは今日はこの辺でお別れしたいと思います。また次回お会いしましょう。さよなら。